今回は次の連載にまつわる驚愕の内容を紹介します。アニメや単行本に含まれない内容があるので、ネタバレ注意でお願いしますね。先日の週刊少年サンデーに掲載されたコナンは、記念すべき1100話から始まる回でした。メモリアルな回の通り、怪盗キッドが登場するなど登場人物たちは超豪華。そして特に驚きだったのは、最後の最後に登場した組織のボスとも思われる謎の老人です。現在は1ヶ月ほどの休載中で、次の連載は12月に再開する2023年度第1号の予定となっています。その内容は青山先生からヒントが出ていたんだけど、それはなんとヤバい3人の人物に関する衝撃の過去が明らかになるというのです。一体どんな内容になるのか、青山先生のヒントをもとに次回号の内容を考察していきましょう。青山先生の衝撃発言。前回の1102話は、コナンが映るスマホ画面を杖でバキバキに叩き割るヤバい老人が登場。黒の組織のボスなのではと疑問が残る衝撃のシーンで終わりました。そんな中、作者の青山先生は次回号に関するヒントを発表しています。それはたびたびネタバレをしちゃっている集まれ動物の森の中での発言です。1102話が公開されて間もない10月、青山先生はこんな発言をしていました。サンデーのつながる表紙を書いたよ。つながるのは過去と現在、あの3人の若い頃が見られるよ。お楽しみに。サンデーのつながる表紙とは、毎年12月に発売される翌年の少年サンデー第1号の表紙だと思われます。これまでには警察学校組や黒の組織のメンバーが登場するなど、人気キャラが大集結となっていました。今回注目すべきは、あの3人の若い頃の部分です。次の連載では重要人物3人に関する新情報が解禁されるのだと予想されます。この3人は誰なのか、またどんな新情報が発表されるのか、コピが考える名推理を紹介していきましょう。3人の過去。まず3人とは誰なのかを考えていきましょう。あゆみちゃん、源太、光彦も3人組だけど、まだ7歳ですからちょっと子供すぎちゃいますね。赤井さん、羽田秀吉、世良真澄の3人兄弟って可能性もあるけど、10年近く前を描いたさざ波の魔法使いがあるし、今も十分若いのでこれも違うと思われます。となると3人とは誰なのか。それは黒田兵衛、若狭瑠美、そして脇田兼則ことラムだと考えられます。実はラムの過去に関する新情報が明かされることはちょっと前に示唆されていました。それは少年サンデーと少年ジャンプの特別企画として行われた、青山先生とワンピースの作者小田先生による対談です。対談では、今後の見どころをお伺いできますかという質問がされました。これに対して青山先生は、ラムの両目があった頃の話を書かないとと思っています。赤いツトムも絡んでくるしと回答。このラムの両目があった頃の話に、黒田兵衛と若狭瑠美も絡んでくると思われるのです。ラムの過去においてキーマンとなるのは赤いツトム。実は赤いツトムと若狭瑠美には接点があることが、つい先日の連載によって判明しています。1097話から始まったシリーズは、少年探偵団の5人が海に行く話でした。ちびっ子たちの引率として若狭が登場し、車の運転手や若狭を警戒するコナンの依頼もあって、沖やスバルも一緒に出かけることとなりました。この時、沖やこと赤井さんと若狭は初対面。でも若狭は沖やに対してどこかで会ったことがあるような感情を抱きます。若狭が抱いた感情の答えとなるシーンは1099話で明らかになりました。海で事件が起こり、コナン、沖谷、若狭の活躍によって無事に解決します。ところが犯人グループの男たちが襲ってくる展開に、沖谷は悪い奴らが子供たちに手を出さないよう食い止めようとします。そして若狭に、子供たちを安全な場所へと指示を出しました。すると若狭は昔の記憶が蘇ってきます。思い出したのは、まだ若狭が若かった時、何者かに追い詰められたところを助けてくれた赤井ツトムの姿だったのです。若狭は何者かにやられて怪我をしていたものの、ツトムが助けてくれたおかげで助かったと考えられます。この時の相手が誰なのかは分かりませんが、ツトムはラムの若い頃にも絡んでくる人物。そのため青山先生が言う3人の若い頃にも関係すると考えられるでしょう。これらの情報から、ラムの過去にはツトムが関係すること、ツトムとラムは過去に接点があったこと、ツトムと若狭も過去に接点があったことが分かります。となると気になるのは、
黒田はどう関係してくるのかではないでしょうか。実は黒田と若さにも接点があることが判明しているのです。それは2人が初めて一緒に登場した燃えるテントの回での一幕でした。この事件は少年探偵団の5人と若さがキャンプをしに行く話です。夜にみんなが楽しんでいると同じキャンプ場でテントが燃えて人が亡くなってしまう恐ろしい事件が発生。するとすぐ近くのテントから黒田が登場しました。黒田と若さは作中だと初対面でしたが、謎の緊張感が走り過去に何かしらの因縁があったと思える空気に変わります。そして若さは恨みを抱えているような表情を浮かべ、まさか気になる人物を監視するために豪華に包まれるテントを野放しにしたなんてことありませんよねと語りかけたのです。この一言は過去に若さが黒田によって何かしらの被害を受けたのだと思われます。でもどんな因縁があるのかは謎のままでした。この若さと黒田の因縁の謎も次回号で登場する3人の過去によって明かされるのではないでしょうか。3人の接点、紹介してきたようにラムの過去にはツトムが関係すること、ツトムとラムは過去に接点があったこと、ツトムと若さも過去に接点があったこと、そして若さと黒田にも過去の接点があったことが分かっています。となると次の連載で明かされる3人の接点とは一体何なのか。考えられるのは2つです。1つ目は17年前に起きた未解決事件、羽田浩二殺人事件に関係すること。この事件にはラムが関わっており、また若さは事件の最重要人物である浅香の説が濃厚。黒田は今のところ接点がわからないけど、安室さんは公安の研修で羽田浩二事件の講習を受けていたこともあり、公安のボスと思われる黒田が関わっていてもおかしくないでしょう。二つ目は宮野夫妻が亡くなった火災の真相です。愛ちゃんの両親である宮野夫妻は黒の組織の研究者でした。コナンを幼児化させたアポトキシン4869を作るなど活躍していましたが、組織の仕業によって研究所に火を放たれて亡くなってしまいます。先ほど紹介した黒田と若さが会った時には豪華に包まれるテントを野放しにしたなんてことありませんよねの発言がありました。この一言は過去に宮野夫妻が亡くなった時を指しているとは考えられないでしょうか。羽田浩二の事件か宮野夫妻の火事なのかはわからないけど、3人の過去が明かされることは重要事件につながることはほぼ確実。どんな新情報が飛び出すのかぜひ注目して待ちましょう。今回は次回の連載で明かされる新事実について考察してきました。青山先生が語る3人が予想通り黒田と若さ、ラムだとしたら今後のストーリーを左右する驚きの新事実ってことは確実でしょう。新情報をいち早くゲットできるようホピは今から本屋さんの前に並んでこようと思います。他にも次の連載で明かされる新事実について独自の考察をする探偵さんはいますか？いたらぜひコメントで教えてください。